言いましたってことは全然違うんですよ。話って説明書読むんじゃなくて伝えるものだっていうことが分かってない話し方をする人、伝えるってことと話しました言いましたってことは全然違うんですよ。仕事ができる人っていうのはね、ジェスチャーしたりね、表情豊かにしたりして、どうにか相手に、ね、イメージしているものが伝わるように、私も今こうやってやってるじゃないですか、これ無意識なんですけど、伝わるように伝わるように伝えようとするんですよ。でも仕事ができない人っていうのは、ひどい人はほんま目も見えへん、なんかもうちょっとなんかこんな感じで、何々で何々だったんですよ、でこうこうこうで何々さんどう思いますかって言って、一生目見真面目見てって思う、ほんまに。だからね、目見てくれてないだけで自信ないんかなと思うし、なんか人のこと好きじゃないかなと思うし、コミュニケーション大丈夫って思うし、まず目を見て話すことすごい大事。目を見て話さないとさ、伝わらないじゃん。私がさ、今 YouTube 撮っててもさ、話し方が下手な人ってなんか語尾が長いんですよみたいな感じで、もういや、お前も下手やろみたいな感じにほんまになるから、あの人の目を話すっていうことと、相手に伝えようとする伝える努力、相手は分かってないわけだから、その話ってね、話したらいいわけじゃないんですよ。仕事が下手な人って話した、言ったら伝わったって思ってる人が多くて、でそういう人ってめっちゃクレームになるんですよ。でクレームが起きた時に何言うかって、いや私言いましたよお客様にとか言うんですよ。それ絶対言ったらあかんよ、怒ってる時に、うん、だって人ってさ、その買い物する時にいろんなこと言われてるし、いろんな情報を伝えられてるわけですよ。その中のさ、全ての言葉なんて覚えてないやん、お客さんは絶対。だったら言ったかもしれないけど、相手に伝わってなかったってことはね、もう言ってないってことやから。なので相手にちゃんと伝えるっていう意識を持って絶対に話さないといけないと思う。なんかジェスチャーするもそうだし、見切られたり笑顔を作ったりもそうだけど、やっぱそういうね、伝える努力ってしないと、あの伝わらないですよ。話してるだけでは絶対伝わらないので、